高砂工場は、かつて、兵庫県高砂市、荒井町新浜に存在した日本国有鉄道の工場である。高砂線高砂駅に接続しており、高砂線を介して、車両の入り出場を行っていた。大阪鉄道管理局や天王寺鉄道管理局、岡山鉄道管理局に所属する機動車や客車、貨車の全般検査や、 腰部検査などを担当した。また、60計客車の交代化を含む車体の改造や、修繕、部品製作の他に、西日本地域一帯の製材の主力工場でもあった。1984年に主要業務を終了させ、1985年に、高取工場に統合された。高砂工 TS 第二次世界大戦末期。 空襲により甚大な被害を受けた高取港基部は終戦後の復興に際して早急なる車両復旧の必要性に直面した。しかし空襲により客貸車職場は全滅に近い被害を受けていたことから部外工場の転用を行うこととした。山陽本線沿線で明石伊勢に点在する工場借り上げを模索したものの進展せず、 過去軍、荒井村の大阪陸軍造兵兵を張ります製造所が、無傷で残っていることに注目、運輸省の工場として転用することとなった。そして、1946年1月20日に、高取高期部高砂五分工場として発足した。工場としての機能を果たすべく整備作業を行うのと、同時並行で、広大な土地を生かして、 終戦直後の食料事情改善のために、荒井造産場を設置したり、成功設備を活かして、廃兵器作業を行うとともに、リマ製造所の人員引き継ぎや高取後工期部からの転入、新規採用者を迎え、1946年12月1日より、貨車修繕作業が開始された。しかし戦争での甚大な被害によって、 高取での車両整備が追いつかない現状から、1948年2月1日には、高取から、客車、機動車修繕作業を移管された。ほぼ同時期には、木製客車の交代化改造や、貨車改造も開始されている。このほか1948年4月から1951年3月に、かけて、 駅や機関区などに設置されている機械の保守を行う駅区機械修繕業務も高取から移管されていた。もともと東工場は旧陸軍の工場施設を流用していたことから敷地が広大すぎることや非効率な作業が問題視されていた。そこで職場配置を見直し効率的な作業を行えるように設備改良を行った。この時発生した 有給地には、高取工場の機能移転や電車研修設備の設置などが検討されたが、不適当とされ、1963年までに、神戸成功所や兵庫県開発公社に売却された。戦後復興の進行と経済の発展に合わせ、1961年からは二等客車の室内整備工事や近代化工事、運用車種の変遷に伴い、 東工場でも特急系機動車の修繕が開始され、北は青森、南は鹿児島と東工場の受け持ち車両が広範囲に運用されていた。特に特急系機動車については、全国の52%の車両を受け持つまでに成長した。また、 工場内作業の集約による合理化を図るために製材工事の拡張を推し進め、西日本地区の6カ所の工場で行われていた製材工事を1964年10月までに東工場に集約した。1983年には14系客車を改造したサロンカーな庭の改造工事を手掛けたが、貨物輸送の減退や合理化、さらには入り出場ルートとなる、 高砂線の廃止によって2年後の1985年に、東工場は閉鎖され、跡地には、サントリー高砂工場が建設された。ありがとうございます。